この辺を乗り越えて蹴り込みやがったんだな。出る時は悠々とここから出たんでましょうね。そしてここで刃物を洗って。百両盗まれたにそういうございません。どうして昨夜に限って隠居の他に誰もいなかったんです。はい、もともとこの隠居所は女中との二人暮らしでございますが、昨夜はあいにくと手前方へ工事のお泊まりがございまして、うん、猫の手も借りたいほどの忙しさで、つい女中を手伝いに来しまして。で、その女中が今朝方帰って初めて分かったというわけなんですね。はい、仰せの通りで。じゃあその女中を呼んでいただけませんか。は。じゃあお前さんも百両の金を隠居が床下に隠していなすったのを知っていたんだね。はい、それも昨日初めてでございます。どうして死なすった。実はご隠居さんが彦兵衛さんに話しておいでになりました。彦兵衛って誰だね。あの隠居が地域にしておりました橋本町の駒物屋なんで。うん、その駒物屋と何のために話をしていたんだ。知ってるだろう、詳しく言ってくれ。はい、彦兵衛さんは自分では大阪者だと言っておりますが、本当かどうかは分からないんでございます、うん、それを院長が贔屓にしていたんだな。どこが気に入ったものか、まるで自分の子供か何かのようにして、私も常々それとなく意見をして。それでどうした。そのご贔屓になるのまた彦兵衛さんがいいことにして、いつも商売の元でとか何とか言ってはいくらかずつ借りていかれました。それはその都度返すのか。いえ、存じません。で、ちょうど昨日でございました。お昼ごろ参りまして、実は掘り出し物がございまして、これを手に入れると相当の儲けが間違いなくあるんですが、何しろ急なことで現金が手回りかねます。毎度恐れ入りますが、百両ばかり月末まで立て替えていただけませんでしょうか。と申しますと、ご隠居様がしばらくお考えになって、他ならぬあんたのことだし、その百両のお金も本当はこの床下にあるんだけれど、実はこのお金は御門跡様へお納めしようと前々から取ってあったお金だから、とお断りになりました。その時彦兵衛さんの目がなんだかギラリと光ったように思いまして、なんとはなしに気味が悪かったんで、お茶を持って入るのを思わず立ち止まったのを覚えております。確かに彦兵衛に相違ないと存じます。第一、他にあの百両のことを知っている者は一人もございません。よし、すぐさん召し取れ。へい。召すもない。なんで私がそのような大それたことを。黙れ。いかに白を切ろうと、お上の方ではすでに全てのことはお調べ済みじゃ。第一、その方以外に百両の一件は一人も存じておらぬと申すではないか。いいえ、恐れながらそれはあまりのおっしゃりよ。百両の件も私以外にもそれは誰か他に存じていると申すの。さあ、割り手に申してみ。例えばそこにおります女中のおもとにおきましても。これ、めっそうなこと。はい、これは子供の頃からうちにおりますもの、盗人武田知事とはこのことにございます。なんでも四股兵衛にそういうございません。いいえ、いかように仰せられましてもそれをなきはいささかも覚えございません。五条張ると拷問にかけてでも白状させてみせるぞ。そんな無茶な話があるかい。いくら分かるのご意向か知れねえが、お前のねえもの、そして何だろう、本当の下手人が上がった時はご苦労であった。かなんかと引っ張らすんだろう。それは仕方がねえじゃねえか。それに第一、立派な証拠があるって話だ。証拠。うん、冗談言うね。あの宿屋の隠居おるしは立派な下手人がここにあるんだ。ええ、それ言って誰だ。うん、俺らあの晩いてったいて、何しようて、どれで。おう、兄、今の話だ。そういった言ってどこに誰だ。おう、ちょうどあの晩おいにゃいてって。うわっ、何せんて、てめえことは何しようて、何せんて。ほら、俺はてめえのその仕込み事案が気に入らねえんだ。俺はまたおめえのおっちょこちょいの出しゃばりが大嫌いだ。何を。そうじゃねえか。俺がはっきりあの五人者と分かってりゃ俺だって江戸っ子だ。人の何を見て知らん顔もしちゃいらんねえ。
どうだおめえ、お互いにあいつらあすいというだけじゃねえか。そんな曖昧なことで人殺しの関わりになってたまるもんか。いや、曖昧じゃねえ。確かにあの浪人に違えねえんだ。あれ、おめえいつあの浪人に決めたんだ。たった今決めた。俺の勘は一度だって狂わねえんだぞ。おう、待てよ。ついでだ、奴の様子を探ってみよう。よせよ。なんでだってお前相手侍じゃねえか。侍がなんで。ビクビクせずについてこい。おおおお、どこまでてめえおちょこちょにできてるんだ。誰だ？え？なんだい、貴様たちか。どうしたんじゃ。あの、その、ちょっと、物を尋ねに。何？実は、この空き家を、都合でお世話願いたいんで。おお、話してやってもいい。何しろ、首くくりがあってから、長い間の空き家だ。店賃も安いだろ。首くくり、いや、もう結構です。結構です。ああ、大層よくお照りができますね。うん、ここ二三日ちょっと芽が出たのでな。おっかない。そりゃ考えようによりゃ、あの道作も怪しいとは思えんこともねえが、俺はあの浪人者の言ったことがどうも本当のように思えんだかな。届けるって初めは大家さんにも言ってくんだろうな。おう、とにかく一度大家さんに相談してみような。ゴンザ、おめえ無実の村人がどんなことになるか知ってんのか。ほらいいよ、俺は一人もんだし、弟のやつは男だ。何度でもなるよ。だがおめえ、当てに残ったお母さんがかわいそうと思わねえのか。じゃあてめえはどうしても届けねえと言うんだな。俺は届けねえ。届けねえでも済むこった。それじゃ相手が気の毒じゃねえか。そりゃ仕方がねえ、その人の因縁だ。因縁でもかわいそうすぎるわ。黙ってりゃ分からねえじゃねえか。よくのねえやつだな。すけ、てめえは案外悪党だな。お前さん。うん。おさ。なんで。おお。うん。お前さん馬鹿性的すぎるんだよ。そんなにだからいつまでたったってうたちが上がらないじゃないか。ん？言って何のこと言うんで。隠したって知ってるよ。何か拾ったんだろ。あれ、いつ俺が金拾った。そう隠さなくてもいいじゃねえか。別においらいくらくれてもいやしねえよ。バカ野郎、とんでもねえ勘違いしてやろう。お宝じゃない。じゃあ何拾ったのか言っとくれ。現在連れ添いの嫁に言えないことはないはずだから。わからねえ天だな。俺は何も知らやしねえよ。人聞きの悪いこと言うねえ。じゃあ届けの届けなのって一体何の話だ。細かそうだって知ってるよ。なんて言ったらわかるんだってみや。野生部下明快にする。やでよ。何？てめえのような死ね深い野郎は
男なんて思ったしね。チキよ、俺らとめのような御用家らを兄と思ってねえぞ。バカ野郎。いた。やったね。さもってやってくれ。どうなったくれ。うるせえ。まだ吠えやると島にやってたってぞ。あ、殺してくれ。会社あったら殺してごらん。横地のクレアブチと少しわけが違うんだからね。だからもめ、クレアブチは俺の顔を見りゃ尻尾振るだけでも可愛いや。そんなにブチは可愛いけど、医者って呼んだって黒子部長、女房でも何でもするがいいや。この下等め、もう勘弁ならねえぞ。負けてたらめ、返してやるんだ。返せてやるよ、彼らを。口をぶらんない。やろう、つられ。やらなかったな、こいつ。今日は遅くなですな。何やマジで。また隣のロブデラシが巨大化してやん。バカ野郎、野中の一軒家じゃねえぞ。こっちは米食う人間がいるんだ。それほど喧嘩したければ腹っぱい出て、噛み合いでも殺し合いでも勝手にしろ。いやいや、何を黙って聞いたら口から両代の悪態をつけやがって。とにかく何で毎日毎晩犬をこんな喧嘩ばかりしやがって。ちょっと前もやろう、ちょっと遠慮しろい。べらぼうめ、かかと喧嘩するのは俺の勝手だ。いちいちてめえたちの差し続けるけ。それ覚えとけ。こっちが弟と喧嘩するのも勝手だい。ざまみろ、ちくしょう。ふざけたのだ。こうなりゃてめえの相手だ。よし来た、表出ろ。逃げるなよ。あ、お前さん、お、何かんで。今日はだいぶ派手じゃな。やろう、くれやくれ。お、しっかりやっとくれ、お前さん。お、兄貴。おはようい。いいお天気で。朝っぱらから面白そうになんだ。さあ、働いた働いた。さあさあ。こいつのためにかかあの野郎には痛くねえ腹は探られるし、大家さんには怒られるし。俺だって同じだな、兄弟。口や技のもとだな。かごや、うん、早くやらんか。え、乗っていこうべ。だがどう考えてもかわいそうでならねえ。そりゃ仕方がねえ。何度も言うだが、それもこれも因縁だ。てめえみてえな悪女のやつは知らねえ。拷問で攻め殺されてもすりゃてめえんちへ化けて出るぞ。何が化けて出るんで。私、当年4月5日夜9つ頃、金手ひいきを受けたる暴露町2丁目、旗小屋米屋一郎兵衛隠居方に忍び入り、ますなる老女を殺害なし、金100両、盗み取りたる者に相違ござなく候。享保3年5月5日、摂州大阪高津生まれ、当時橋本町二郎兵衛だな、駒物屋彦兵衛42歳。以上。その方の聞き取り書きじゃ。それに相違ないかどうじゃ。恐れ入ります。
不届き者め、竹類でさえも三日かえばその恩を知るぞ。しかるにその方、江戸へ入府以来なみなみならぬ恩を受けたと申すではないか。恩をあだで返した任費任命、江戸始終引き回しの上、鈴の森にて獄門を申し作るぞ。ありがとうございます。一度立ちませ。石子様が。ただいま駒込彦兵衛を仕置き、お指図通り参りましてございます。ついてるじゃねえか。大船に乗った気で ついてきなよ。なんで、で、それ。おう、峰助寿、おめえが届けねえというばっかりに、とうとうかわいそうに無実の仕置きだ。もうよせ。いくらおいらが届けねえたって、そこは商売商売だ、分かりそうなもんじゃねえか。大岡様大岡様と世間じゃ言うが、本当はわざわざでもねえんだぜ。当たり前で、水天狗様ならいざ知らず、大岡様だって人間じゃねえか。おいらだってゴブとゴブで。だが川向き獄門なんておいら聞いたことがねえ。ひでえことを知るなら。それもみんなてめえのためだ。これでてめえにたたりがなきゃ嘘だぜ。冗談言うねえ。いや本当だ。今日あたり帰ってみね。八の野郎が駒込屋彦兵衛に見えるかもしれねえ。師匠、気持ち悪いこと言うね。もし鴨屋様、ああ権座様、助寿様、ああ冗談ね。ちょいとろりこやっとこ
けか。ちょっと飲みに飲み直すとゆっくり遊んで大家さんのお振る舞いをいただかしてほしいと存じますが、何分このお盆を逃がしますとこれがつながってしまいますので。商売商売で仕方がない。お前さんの分はな、取っておくか。ありがとうございます。せいぜい稼ぎなされ。あ、もし、ちょっとものお尋ねいたします。わしに惚れるのやからとためを握る。だけでも一昨夜鈴ヶ森のお仕置き場へ忍び込みました。お二人様、あそこでお二人様にお目にかかったのは必ず仏の手引きでございます。どんな入り分けがあったのかどうぞお教えくださいまし。この通りお願い申します。ねえ、何かあったのかい。お願い申せば必ず教えていただけるものと、それを頼みにおとといから籠屋で権座さんに助十さんというのを当てに江戸中を駆けずり回ったのでございます。もうこの上は私を生かすも殺すもあなた方のお心一つでございます。いっそ思い切っちまうか。だって今さら。ね、何度足がなけて言ってあげよう。私も気になるから。おい、もし江戸っ子は万歳長兵衛のような方ばかりと聞いてまいりましたが、それではあまりにお情けのうございます。ちくしょう、一番いると決めた。バカ野郎、何
で君たちは友なんだ。そんなことを今まで隠しておくという方がバカバカも大バカ野郎のコンコンチキだ。いえ、わしは初めから届けようと思ったんですが、スケの野郎が。バカ野郎、思った時の役に立たねえ。彦兵衛さんもな、見殺しにしたのはこいつの二人だ。いわばお前さんのお父っつぁんの仇だ。構わねえからここで立派に仇を打ってやんね。とんでもねえ。俺たちは知らねえ。仇は顔に感じるだ。感じで。待て。それは許してやる。が、その代わりこれからのうち彦三郎さんのお味方をするか。乗りかかった船だ。まあ今日でいいようにしておくんなぜ。ゴンザン、スケジュ、その方たち存じおるだけありていに申し上げてみよう。へい。初めから言わねえ役だ。だっておめえ、ああ、こりゃ、ゴンザ、まずその方より申してみよう。へい。では申し上げます。ちょうど曝露町の旗小屋の隠居下ろしのありました晩、おい、スケ、あれはいつだったっけな。俺は知らねえ。冗談じゃねえ、現在おめえと。その晩でございます。何でもここの過ぎた頃、このスケジュールと明日は遅い仕事から帰ってまいりまして、曝露町の横丁へ差し掛かりますと、ほっかぶりをした一人の背のひょろ高い野郎が天水桶で何か洗っている様子でした。透かしてみますと、どうやら浪人風でどうも着物の袖を洗っているらしいんで、それだけなら何とも思えやしやせんが、そいつが抜き身を持っておりやした。うん。で、そやつの面点に見覚えがあったのか。へい。それがどうもそこにおりやす黒川勘十郎って浪人らしかったんで。おこりゃ、気をつけてものを申せ。らしかったとは何事じゃ。スケジュール、今度はその方が申せ。へい。どうじゃ、くせ者は黒川勘十郎に相違なかったのか。それがどうも。もう三回、あれほど相違ないってはっきり言っていたじゃねえか。そんなこと初めから言った覚えがねえや。控え。さような曖昧なことでくじがなると思えおるのか。次第によれば重罪を申し付けるぞ。兄貴はしばらく見たって。さあさあさあ、木の上ではそう出とるんじゃが、はっさ、本当を言うと俺の派遣なんか当てにはならんのじゃよ。まあ、いやだよ、お父っちゃん。そんなのかい。あ、こりゃ、勘十郎、両人はそのようなくせ者がその方に相違ないと申しおるが、申し開きができるか。恐れながら申し上げます。寸先は闇とは申しますが、世の中がこんな恐ろしいものとは今日ただいま初めて存じましたような次第で、何がための言いがかりやら、手前あの両人が恨めしゅう存じます。ことに噂によって承知いたしましたが、盗まれた百両とやらのありかは他人が絶対に存じますなんだよし、この一言にてもご検察をお願いいたします。勘十郎は存ぜぬと申すぞ。どうじゃ。へ
勘十郎に相違ございません。お願いいたします。両人に直談をお許しくださいませ。うん、許す。話してよかろう。ありがとう存じます。ゴンザ、スケジュール、それほどその方たちが拙者だと言い張るのなら、定めしはっきりと拙者の顔を見たのであろう。さすればきっと着物の縞柄も覚えているであろう。さあ、言えるなら言ってみろ。言えないのかどうじゃ。言えないほどのぼんやり覚えて拙者に無実の言いがかりをつけようといたすのか。いや、覚えてる。おめえは喜八郎の着流しにお何度剣士を伸びて赤鞘の長いやつ一本刺していた。お聞き及びの通り、闇夜にそれだけはっきり物が見えますわけがございません。もとより根もなき偽りごと、何分のご検察を願います。当夜が闇夜であるしこと、その方日よく存じておるの。え？これは両人、ただいま勘十郎の返答を聞いたであろう。それでもその方たち、勘十郎にそういないと言い張るのか。だからあっしは初めから。黙れ。やいやい、なんてつらしやんで。天使は酒を買ってこいってのをなんで買ってきものだ。どんな裏棚でも一軒の主が酒ぐらい飲むのは当たり前じゃねえか。一軒の主だな、主らしく酒を買う税の50でも100でも身を揃えて誰か見せよ。その銭にはねえからてめえに頼むんじゃねえか。わからねえ下道だな。下道？下道でも般若でももう七草は何もないんだからね。何をするのさ。お前だの、スケジュールなんてやつはただ食った方があるもんか。あん時ロライドをぶち込んどきゃいいもの長男預けたなんて、無事に帰って起こしたお奉行様の気が知れないよ。いやいやい、ふざけるねえ。あの時てめえは一粒十六文って言いそうな涙をこぼして、おいおい嬉し泣きに泣きやがったじゃないか。大岡様ありがてえと。手を合わせたの忘れやがったのか。あん時あん時さ、こんな手近づかしてわがまま気まま言われちゃ、あたしだって虫が生じないからね。ああ言えばこと、てめえのように亭主を見くぐる穴世間にねえぞ。お前のように女房をいじめる亭主もね。何？うん、今日こそ勘弁ならねえぞ。じゃんで、勝手しようね。兄貴ならいざしなんて、おいら牢に入れられるような悪いことしてねえんだ。大岡様言って聞いてみろ。
わざわざ引きに行くには及ばねえや。どれところぐらいか島流しだ。てめえたちは知るめえが、浪人者の勘定は昨日の年賀で無事に消されたぞ。それは本当か。本当か。いやいや、てめえ、俺たちは担ぐんじゃねえだろうな。べらぼうめ、そんな手に乗る俺じゃねえ。まあ、かれこれ言うことはねえや。浪人のうちを乗せてきめろ。今頃は鼻歌で言われたとも飲んでくれ。冗談も休み休みで、あいつを消される。お前さん、やっぱり人違いだったのか。いいか、江戸の町を出るまでなるべく顔を隠していくんだぜ。落ち合うのは川崎の私は、時刻は日暮れ、間違うなよ。だけど、それまでの一人旅は滅ぼそいね。という柄でもあるまい。うっかり江戸の町が二人で歩けると思うのか。そんなに危ないのかい。でもお奉行所では疑いが晴れて。あるいはそれが本当かもしれんが、相手は大岡越前の神だ。こんな手があるやもしれん。いずれにしても用心だ。それにしてもお前さんの方は大丈夫かい。うん、俺は役人たちは東へ行くと見せかけてお前の後を追うんだ。いいか、間違うなよ。あいにく大家さんは留守なんだ。困ったことになったね。お前さんどうすんの。どうすると言って、俺も面食らった。おい、スケジュー、どうも困ったな。だから俺が初めから寄せと言ったんだ。だのにてめえがおっちこちと出さばいたからこんなことになったんだよ。それだから俺だって勘十らしいと合間に言っておこうと思ったんだが、助、おめえもお知らせでははっきり勘十でございますと言ったぜ。それはお奉行様が言わなきゃならぬようにしたんだよ。俺は何も好き好んで言ったわけじゃねえや。好んでようが夢が言った以上は乗りこった。おい、どうしよう。おい、八、なんとか工夫はねえかい。それ見ろ、めめの体に血がついてるんじゃないか。巨大なんかでもねえだろ。本当になんとかならないかね。ところ払いに島流しか。やっぱりあの時寄せばよかったんだ。いやい、ゴンザ、俺は てめえを一生恨むぞ。やかましい。この野郎破りかぶれだ。大岡でも勘定でもやりでも鉄砲でも何でもかんでも出てきやめ。ところばらやなんて、知らながしやなんて。お前さん、しないんだろ。おい、これはしないんだろ。ゴンザに助十殿はおられるか。拙者、思いもかけぬ災難で半月余りを暗いところで暮らしたが、天灯は見通しで昨夜元の体になれました。ついてはゴンザ殿と助十殿に一応。お許しくださいまし。申し訳ございません。どうかお許しになってくださいまし。いやいや、頭を見て。何もそう改まって詫びることもない。さあ、手を向いて。手を向いて。いや、これというのも、拙者は常日頃の身持ちが悪い家じゃ。黒川勘十郎は泥棒でもしそうなやつだ。人殺しでもしかねないやつと思われていたためだ。誰を恨むでもない。かえって身の信用をしたと、二人に礼を。そんなにおっしゃっちゃ。いや、本当、本当でござる。
拙者今度という今度つくづく考えました。なるほど、江戸は生き馬の目を抜くとはよく言ったもの、どこに落とし穴があるやら、もうこうなっては恐ろしくて表も歩かれぬ、夜もおちおち寝られぬ、周囲の人間が皆が皆まで恐ろしくなってきました。いや、こうした悟りを得たのもそなたたちのおかげと。ついてはもう江戸に一刻もいることが恐ろしくなったゆえ、国表の水戸へすぐさま帰ろうと思います。ところで江戸を離れるまでまたどんな災難に遭うとも限らぬ。そこでお願いじゃ、今度のことも何かの縁じゃ、江戸を離れるまでそなたたちの籠で送ってはくれまいか。せっかくではございますが、二人ともあれからずっと長男預けになっておりますんで、仰せにしたわけにはまいりません。何？しかし別に厳しく見張りがついているというわけでもなし、それにそれぐらいの義理は拙者に対して。いいえ、お上の仰せは曲げられません。黙れ、その方に言っていねえわ。ではどうじゃ、その方たちの知り合いに足の速い確かなものはないか。兄貴、断れ断れ。何？そうじゃねえか、こっちが悪いと思えばこそ平君のように謝ってんじゃねえか。それに変に切り口上でよ、闇火じゃあるめえし、侍なら侍らしくやってもらうじゃねえか。そうだ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 、つけ男らしく断るじゃねえか。へえ、お詫びはお詫び、ただいまならはっきりお断り申します。そうだ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 。待て、おい、マジ、無礼ですぞ、容赦せんぞ。何を、こんなのやめかぶれだ。お、どんだ、お、みんな、手を貸してくれ。やめろ、無理だぞ。やめな、やめろ、やめろ、おい。さあ、どうなっていたというか、お奉行所で立派に言い開きの立った拙者だ。それをよくもこんなむごい目に遭わしたな。おい、どいつもこいつもこうなりゃこの貧乏長屋全体が遠いんだぞ。ええ、拙者は知らんぞ。俺も知らんぞ。おいらも知らねえで。おいらも知らねえ。おいらも知らねえ。おいらも知らねえ。大変だ、大家さんと役人が戻ってきた。おい、一体 どうするんだ。どうすると言ったってよね。幹事は来ていなかったかい。知りませんが。お、拍手、拍手、そうそうそう、上がるんだ上がるんだ。さあ、え、では下手人はやっぱり幹事でしたか。うん、一旦お許しになったのがな、深いおぶしめしのあってのことじゃ。いよいよ罪状が明白となって改めてお見捨てになるんじゃ。え、そんならやっぱり。一時の興奮からとんでもないこといたしました。何分ご覧の通りの寂しい家内、もしものことがございましたら後に残るものがあまりにかわいそうでございます。
お許しなデートでございましょうが、どうかわしたちを助けると思いなすって、ただいまの失礼は水にお流しくださいまして、このままお立ち退きくださいましをお願いいたします。どうかお願いいたします。バカ野郎、バカもバカも大バカ野郎の根本的だ。なぜそれをもっと早く言わねえんだ。では肝心はすでに召し取ったと申すのか。は、はい、実はおい、はは、おど、どうぞこちらへ。お、八、いいか。あ、黒川勘十郎は召し取ったであろう。いえ、めそうな、そんな人存じません。おう、大変だ、大変だ、大変だ、おい、大変だ。おい、どうしたんだ。え、逃がした。どいつもこいつも大馬鹿ぞろいだ。長屋のやつら一人残らず集めてこい、集めて。お、いくらでもらえます。下手するとこれもなんだ。頼んで、頼んで、頼んで、頼んで。16。はあ、どうじゃ、
もはや観念いたしたであろう。と申しますと、何のことでございます。この着物に覚えがあろう。あの時の着物だ。その方が宅の天井裏より出たるものじゃ。少々に血のりの跡のあるのは、まさしく当時のものに相違あるまい。いや、思いもよらぬもの、さようなものが手前宅にありましたとは、ただいま初めて承知いたしました。しからばせんだってその方が着せし着物と、これなる着物の紋所が合っているのも、ただの偶然じゃと言い張るのか。はっ、それは、さようでございましょう。第一、再三申し上げますように、紛失の百両のありかは。お上に手数をかけるしぶといやつめ。それ、引っ立て。どうじゃ、これでも覚えがないと申すか。一体何者でございますか。手前一向に。黙れ。かくまで動かぬ証拠があるに、まだ視野を切ろうといたすか。不届き者め。お上がさような盲目と思いおるか。何じらごとき邪智を持って、この忠助を欺瞞いたさんなどとは少しのくじゃ。なおこの上に口を割らずば、ここに類なき拷問を持って、何時の体に用してみせるぞ。さあ、肝を据えて返答いたせ。恐れ入りました。天地に入れぬ大祁答め、追って沙汰いたす。それ、引っ立て。米屋一郎兵衛。ただいまその方も聞き及びしており、戸賀人は黒川勘十郎に決まりしぞ。しかるにその方、小野が下女の不義も存ぜず、一時の疑いより罪なき駒込彦兵衛をまことの戸賀人と言い立て、彼が命を縮めしだもってのふかふらし千番。この段言い訳あるかどうじゃ。追って何分の沙汰いたす。町内にて厳重に預かりおけ。ただいまのお方は無実の父を訴人されたばかりに厳しいお咎めをお受けになりました。さすれば無実の父をお仕置きになさりました。お奉行様は何お奉行、お奉行所のお手落ちはいかがなるのでございます。えれ、それは物の通りだ。恐れながらお奉行様、それを言ってどうなるのでございます。お、そうだそうだ。まさかご身分のある方のお手落ちと、身分のねえ者の手落ちには片手落ちはねえんでござんしょうね。彦三郎、その方は若年ながらあっぱれなものじゃの。褒めとらすぞ。その方たちの申す通り、たとえ越前たりとも手はそれ相当のお咎めを受けねばならぬ、また詫びねばならぬことは心から詫びる。いえ、決してお詫びなどとは申しません。お願い申します。父を、父をお返しなされてくださりませ。
だそうで、いくら入っても神だからって、罪とはもねえものを大根か何かにずたずたやられてたまらねえや。こいつは一番消してもらいてえや。そんな、無体なことを言うものじゃねえ。一旦お仕置きになったものが、まあ、何もかも災難と諦めるんだ。何者かいでお奉行様を困らせるもんじゃねえ。いや、相手がお奉行様ならこそ、しかも名奉行と世間で褒める大岡様ならこそ言いてんだ。ここ一番大岡様の男を見せておれもそうじゃねえか。なお、そうだそうだ。こりゃ両人、この忠助が男を見せればその方たちは何といたす。え、じゃあ何ですか。四郎兵衛さんを生かしてみせると言いなさるんで。そうじゃ、その暁は。冗談じゃねえ、死んだ人間が生き返りゃ、おっしゃ頭山のてっぺんからしゃっちょこ立ちて降りて品川の水を飲み干してみせやさ。あっしはその残りの水をへそで沸かして一杯ごちそういたしやすね。おやまずながらその時はわしが上手になって一服にさえいたしましょう。しかとそういないな。おっと、待ってくない。できねえ時はどういうことになりやすんで。おお、その時はこの忠助を存分にいたすがよいが、まずあれを見よ。はっ、あっ、お父っつぁん。ええ、さあ、尊名との約束じゃ。この場に及んで威迫はならんぞ。それ、三名の者を取り逃がすな。吟味中、白状いたしたとはいえ、四郎兵衛が厳粛、言葉の節々にも合点のゆかぬものがあるゆえ、牢内にて病死いたし、他の罪人を仮に身代わりの晒し首といたし、密かに真実の罪人を探しいたのじゃ。しかるにその方たちの力をもって、めでたく事件落着、この上の喜びはないのじゃ。それぞれ神より下さるご褒美、ありがたく頂戴いたせ。はっ。ありがたく頂戴いたします。ありがとう存じます。頂戴いたします。ありがとう存じます。